よろしく頼む。皆さんこんにちは、松田るかです。最近ってか今日、お気に入りのズボンの膝のところが本当ありえないぐらいめちゃくちゃに破れる夢を見ました。皆さんはどんな夢をご覧になりましたか？何でしょうね、膝がすっごいボロボロになる夢。お気に入りだったからすごい悲しい気持ちになっちゃった。まあそんなこんなでお気づきでしょうか。今日もフォートナイトですよ。くるくるくる。はい。前回勝ち残りました。その言い方がわかんないからあれなんですけど、なので頑張ります。レベル6まで来ました。やっと。このシーズン5って書かれてるじゃないですか。これって何？なんかストーリーモードがあるんですか、別で？ね、なんかちょっと。わからないんですけど、ストーリーモードがあるのかな。あるんだったらそれもちょっと見たいですよね。だって彼らが何のために、なぜこの世界にいて、なぜ戦ってるのかっていうのを私は何も理解してないので、何も聞かされず急になんか勝ち残ってくださいって言われて、はっはっはっ、ババババンって感じなので、ストーリーってどうやったら見れるのか、ご教授願いたいです。よろしくお願いします。さあさあ始まるざますよ。行くでガンス。フンガーです。まともに始めましょう。なんかたくさん人がいらっしゃるみたい。やってる方が多いんですね、すごく。なんかこれ練習モードってどうやってやるんですかね。なんかせっかくだから建築とかなんかそういうのもやれるようになったらいいのに。ここはどこじゃ。私は誰。お、あ、銃が落ちてるんだ。こうやってだからみんな遊んでんだ。撃ったり蹴ったり。こうやってやると、この狙って撃つのと狙わずに撃つのって何がどうなんですか。どこに行ったらいいの？いつもわかんない。だけど、あ、ちょっとね、まだ私の地図が何も書かれてないとこにしようね。そうね、みんな飛び降りるのが早いな。これ早く地面っていうかそこに着くにはみんなどうしてるんですか。いる？あれ、私どこに向かってたんだっけ。これか。どうやったら早く降りれるの。早く。これって何、ガソスタか。さ、ガソスタ懐かしい。なんか一番最初にガソスタ来た気がする。それでわけもわからずココナッツ食べた気がする。とりあえず最初は何でも拾いますよ。もらえるものはもらいます。ガス缶を拾う。え？なんか今書かれてた。でも読めなかった。私の動体視力がないせいで。どうしようかな。私今どこ。これ自分、あ、これか。なんかまっすぐ進んで、あの地図のよくわからんとこを埋めていこう。タクティカルショットガン。あ、人いた。やだ。あそこには行きません。やっぱね、まだ資材っていうか物がいろいろないときに行くのは良くないと思う。なんだこれ。あー、でも気持ち早く走れてる気がする。確かに。お、輪の中じゃん。いいじゃないこの立ち回り。あの丘の上行きたいですね。あの丘の上。
開ける。何？うん、この車の中とかも何かあったりするの？入れない。そっか、四角で。え、やだ、撃たれてる。あたす。そんなことないか。銃声がしただけ？みんなもう、ピリピリしちゃって。これ多分緑のところは登れるんですよね、きっと。そんなことない？そんなことないな。あ、人。やだ。あ、バレた。そりゃ、こんな堂々と走ってたらバレるわな。あ、なんかある。追いかけられてる？あ、これ人か。お、あ、やだやだ。やだやだ。いっぱい人いるじゃない。退散退散。不良大佐。やばい、すっごい狙われてる。飛んじゃう。飛んじゃう、飛んじゃう。あ、怖い。あれ、このガソスタはさっき言ったガソスタ？丘の上はやっぱりみんな行きたがるんですね。高みの見物というわけですか。何これ、キューピッドクロスボウ。でもオレンジだから、多分オレンジじゃない、紫だから上等なんでしょ。ライフルレアだって、拾ったか、うん、銃声がしますね。やだな、平和に行きたい。お、輪の中じゃん、やったに。え、どうしよう、どこに行こう。え、残りプレイヤー50人。そっか、あっちから銃声するから私はそこには行きません。だけどあれも絶対人いそうなんですよね。やだぬ。あれ、何の建物なんだろう。何屋さん。多分弾薬と弾薬なんていうの、弾足りなくないですか。私少なくないですか。あとシールドってやつが今ゼロなんですよ。これはまずいと思いませんか。だって今防御なしってことでしょ。いわば裸の状態でしょ。私全裸で走ってるんでしょ今。絶対人いるでしょこれ。やだな。うん、やだな。あ、そう、こっから出てきちゃいけないって YouTuber が言ってた。怖いからこの辺から入っていこうかな。もう漁られちゃった後なんですかね。漁られた後っぽいですね。すべてドアが開ききってて。シールドってやつをどうにかしたい。だって今ガバガバなわけですから、守りが。なんだ、イエイ。お外じゃ誰もいらっしゃらないですね。自分から覗き込むのちょっとどうにかしたいな。恥ずかしい。マリオカートとかやってても絶対こうなっちゃうもん。これ何？話したそうにこちら見ている人がいるってこと？わからないな。今自分がどこにいるのかマジでわからない。全部同じに見える。あれ？話したそうにこちらを見てる人いなくなっちゃった。シールドどうにかしたいな。絶対どうにかした方がいいですよね。あ、
何これ敵？話す。外すことは絶対にない。雇えるの？え、これ購入とかできるんですか？私でもできない。そうですか。ではアクションライフ、それって今持ってるやつ？この彼女は何なんだ？雇えるんですね。広いとこにいすぎ？これはなんだ？落ちたら死んじゃいますね。これ絶対。そんな気がする。だって色がやばい。待って、ストームが近づいているんじゃないでしょうか。ほら、そうじゃん。人いるし。あ、やだやだ。何？すごい嫌。やだー。この距離はダメージは食らわないんだ。これ何？あ、拾っちゃった。何なんだ。ビリビリ言ってますね。うっ、飛び越えられなかった。これ出して、ここから出して。ストームが来てしまう。これよじ登れないんですか？ダメなの？うん、走り込んでこうジャンプしてこう、いや、ダメだ。え、本当に？これ私閉じ込められた。よじ登る方法っていうのがあるんですか？あ、宝箱だ。やっぱ私にとって何が必要なのか全く分かりません。これどうやってここから抜け出すの？こないだの神殿と同じパターンですか？よっ、あ、抜け出せた気がする。やったい。え、何？ガンツみたいなやつじゃん。え、怖っ。何ですかこれ。何もない。ああ、人がいた気がする。違う、影だ。私は勝てるのでしょうか。今絶好の瞬間、最近ショットガンで。こんにちは、おはようございます。何もありませんでした。よし、とりあえず罠。あ、コロッサルコロシアム。これは良くないですよ。だって出られないもん。一度入ったら出られない要塞でした。よし、さっきから本当シールドどうにかした方がいい気がするんですよね。なんだか今回資材が、何あれ、わあ、大変な世の中になってしまっているようですね。今回なんか資材が良くない気がする。オーチャード、なんかキューピッドなんとかみたいなのありましたよ。ボーガン。あ、また喋りかけてほしい人がいる。いいな。あ、医療キット拾っとこう。あ、あれポーションの青じゃない？違う。何これ、チャグスプラッシュ。こちらはストームの目の外らしいですね。銃声が聞こえる、遠くの方で。何これ。お、え、な、な、え、説明も何もなしになんかドゥーンってなったんですけど、あれは何なの。これも開けるやつだ。やった。なるほど、開けるやつがいくつかありますね。すごい、戦ってる人たちがいる。くぅ、輪の外なんだな。
和の中に入りたいとこですね。この建物は和の中ですね。なんか聞こえた。なんか聞こえてる。しゃがみ方が分かんないの結構危ない気がするんですよ。さっきのことでしょ。うこれ入れないの。うーん、何しよっかな。することがないですね。サピッと。わあ、怖っ。あ、シールドポーション。これと交換。よし、これで守りの方は50になりましたね。なんかあるぞ。これ何？タクティカルショ、あ、一緒か、持ってるやつか。あれ？あ、開けることできるの？はあ、だけど向こうに行っちゃったな。金をくれ。トマトヘッド。怖っ。あの、どいていただけると助かる。熱に耐えられないなら オーブンに近寄るな。その通りじゃ。あ、レアにしてみよう。強くなったんですね今。あ、これも開けられますよ。で、私ストームの外にいますね。あ、こんな開けたとこにいたら、あ、撃たれてる。人いる。うわー、嫌だー。外なんだかな。こっちからも撃たれてる。やだやだ。こんなだだっ広いところで死なれても。え、怖っ。こんなだだっ広いところに恥ずかしい。守りが足りなくなってる。さっき拾えばよかったけどな。なんで医療キットいっぱい持ってんの。あ、あそこに誰かが倒された跡がありますね。わ、これ誰かいるんだろうな。ああ、銃声がする。もういらん。うう、邪魔だ邪魔だ。これどうやって開けるの。開けられないよ。そこに行けない。多分しゃがんでいかなきゃいけないのか。あ、届かない。しゃがみ方がわからない。
守り固めようと思ったのに。やったー、なんか私すごい才能を見せてる気がする。まあでもね、多分ビギナーズラックなのよね、こういうのって。よしよし、でもいい感じじゃん。そっかそっか、なんかこれ以上強くなるためには本当になんか建築とかしかないと思う。あとレベルを上げてって、もうちょっと強いなんていうのステージに行くしかないと思う。でもやったー、なんかすごいですね、私頑張ってる気がする。よし、まあ、でももっとうまく立ち回れるためにはどうしたらいいかっていうのを皆様ご教授いただけると嬉しいです。でも確かにあのなんていうのスナイパーとかだとこういう構えるのが必要かもしれないけど、私なんかずっと接近戦ばっかりだから、あのショットガン散弾銃で十分な気がする。でもあの金ピカの銃を拾えたのはすごい良かったです。嬉しかった。いいんじゃないでしょうか。これビクトリーロイヤルだからビクロイじゃない、当たってる？ビクロイじゃない？え、考え方おばさんかな？ビクロイだと思う。実際どうなんでしょうか？この勝ち残ったぜ、みたいな。あれ？女性、なんか綺麗な金髪のチャンネルになってる。そうですか。はい。ということで、今回も勝ち残ることができました。なんかもっとこうした方がいいよ、みたいなのがあったら、ぜひコメント欄に書いてください。もうちょっと強くなりたいね。あんまりにもビギナーズラックすぎる気がする。はい。ということで、以上、フォートナイトのゲーム実況でした。じゃあねー。